アトラス2はアメリカ合衆国のアトラスロケットシリーズの打ち上げロケット。1950年代に開発されたアトラス大陸間弾道ミサイルの発展型であり、アトラス I の後継機である。アトラス2はアトラス ICBM と同様に3機のロケットエンジンを使用した1.5段式の設計である。後継でより大型のアトラス3では1.5段式は 採用されておらず、この方式は、アトラス2が最後となった。低軌道や静止トランスファー軌道や、静止軌道へ衛星を投入する目的で、開発されており、アトラス2、e やイ e スの各型が1991年から2004年までに、計63機が打ち上げられた。アトラス2は、1段目と2段目にアトラスミサイルや、アトラスアイよりも、水力を向上させた。 ロケットエンジンと延長された燃料タンクを搭載することにより、性能の向上を図っている。アトラス2における、総水力は49万ポンドであり6100パウンズの重量の人工衛星を高度22000マイルズの軌道に投入する能力を有する。このシリーズは、上段ロケットに、世界初の液体酸素、液体水素推進剤を使用した戦闘量を組み合わせ、 衛星の軌道投入能力を確保している。1988年5月、アメリカ空軍は、ジェネラルダイナミクス社のアトラス2の開発会社として選定した。これは、1986年のチャレンジャー号爆発事故を受け、エルブによる防衛通信衛星を打ち上げを目的としており、また1980年代後半に、 商業用人工衛星の打ち上げ失敗が続いていたことを受けたものであった。アトラス2は東海岸ではフロリダ州ケープカナベラル空軍基地の SLC-36 より第45宇宙航空団の完成によって打ち上げられ、西海岸ではカリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地 SLC-3 より第30宇宙航空団の完成によって打ち上げられた。 最後のアトラス2打ち上げは2004年8月31日のものであった。アトラス2は基本型のほか、主エンジンが改良されたアトラスイヤ、主エンジン改良に加え、固体ロケットブースター4機を追加したアトラスイヤスが開発されている。アトラスロケットの変遷、ありがとうございます。